やりましょう、じゃあ、せね。高橋だよ。ちょっと、ごめんです。ミミックス鼻くそペロリン、ちょっと、あ、もうペロアイランチェクです。アーティストの中に紛れた。ちょっと、歌唱だ。いい情報と悪い情報、どっちから聞きたい。悪い情報だけで。わかった、悪い情報言ったる。この企画がおもろすぎる。お前か、世も末だ。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 で、どんな企画なんですか、今日は。いい情報は、いい情報。いい情報、うん、今から撮影が始まる。お前か、始まりだ。 Quand t'es venu dans la rue inconnue。 世の中には嘘っぱちなもんが混じりすぎてる。何を信じたらいいか分からなくなっちまってんだ俺は。そういう時はそうだ、自分でその感覚を研ぎ澄ましたらいいんじゃねえのか。多重人格やねって。ずっと映画の悪役やったお前。ちょちょちょ、普段の高橋呼んでや、心の中で。はい、高橋出てきてくれたら。だから正体の話じゃないんだ。すごい偽りの高橋や。はい、ということでですね、はいはい、偽物を見分ける力、はい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 、これは今回君たちには身につけてもらおうということで、ね、今からですね、アーティストの曲あるじゃないですか。いや、たかし毎回こういう力を身につけてもらおうって言うやん、うん、俺ら最強なんすよ。毎回いろんな力を身につけてもらおう。なんでこういう力を。2年後アベンジャーズ、イエーイ。感覚を研ぎ澄ましてもらうんですけど、はい、今からアーティストの歌詞を、3つ出してもらいます、うんうん、で、自分が考えた偽物の歌詞を一つ、うん、で、その偽物の一つを、他の4人に当ててもらうと。なるほど。ということなんですけど、アーティスト別で一人2問用意してもらってます。ということで、みんな考えてきたじゃん。考えてきました。じゃあ考えてきてんけども、はい、俺だけアーティストがエミネムってしてやねんけど、大丈夫。じゃあみんな自信あるということで、はい、行っていきましょう。ゴー。はい、じゃあお前らやっていくぜ。イエー。ダメ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 。クリーパーイプの尾崎世界観だ。おーさんじゃないですか。尾崎さんが、お前たち今日のやる気別に 5% ぐらいでいいからさ。おーじゃあみんな一回こうしてみようか、こうしよう、はい、こうか、うん、別に意味はないけど。じゃあ俺が今から3つ本当の歌詞、1つ俺が考えて歌詞書くから。それ当ててくれ。はい、わかりました。あの意味わからん歌詞を素人がどう表現できるかっていう。なるほど。ちょっと1番でかく書きすぎたな。おばさん。クリスティーナ、クリスティーナ、クリスティーナ、シンキングタイムスタート、クリスティーナ。さあ、ここでたかしが歌詞言うの忘れてたんで、僕が代わりに言わせていただきます。1番、一段低いところに置き換えたシャワーがたまらなくこの上なく愛おしかったよ、簡単に水に流せない思い出。2番、寝れないから数えた羊が寝れそうになってからヤギだったことに気づいて、また最初から数えていつの間にか朝になってた。3番、抱いたって抱いたって抱いたって、まだ会いたくて会いたくて、君以外の誰にも会いたくなくて。4番、愛なんてずっとさボールペンくらいに思ってたよ、うちに忘れてきたんだ、ちょっと貸してくれよですね。さあ、この中にたかしが考えたやつあるのでしょうか。さあ、皆さん考えてください。いきましょう。でもちょっと俺、意図も全部分かってもうたという。ほう、そう、本人と憧れは全然ちゃうから、たかし以外の歌詞全部知ってます、僕。あー、そうだ。このレベルや、俺は。これ外したら、もう恥ずかしいもん。あー、おーっていうレベルや。お前なんかずっと生きてんな。なんか足組んでずっと生きてんな。俺結構分かってないんだよ、実は。まあ確かにちょっと童貞にはきついな。童貞にはこの文章きつい。お前たちかけたな。はい、3番、4番、3番、おー、4番、おー、おー、スーペア。本物のアーティストを見分けをつけねえ。正気だまりのクソ人化すげやがる。俺が書いた歌詞は3番。曲ちょっと歌ってもらっていいですか。確かに嫉妬って曲。嫉妬って曲か。
めっちゃええやん。いや、めっちゃええやん。はい、じゃあ次 3問目いきます。もうはいはい、うん、まあ、ちなみに言っておきますと、マジでカップリングとかから次取ってきました。あ、結構むずいね。え、あ、なんか昔のやつからとか。え、マジでわかんない。ちょっと読み上げてほしいな、文章。あー、はい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 。ちっちゃん、わからへん。まあ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 、書きました。1番、軽くレシャークするだけでいいんだ。息を止めてざっと書き消す。そうするがちょっとは楽になる。2番、どうでもいいからお釣りをくれよ。くれないなら少しの愛でいいや。それくらいにしか思ってないから。3番、いっそのこと腐った人参みたいに秘密者とも傷つけばいいんだ。いっそのことあの綿菓子みたいに事実そもそもなくなればいいんだ。あー、言いそう。むずいな、むずい。中継行きたい。むずい。チュー、ほんまに。早っ。尾崎カウント。ちょっと恥ずかしいな、これ外したら。6.5% ぐらいやな。うわー、これ間違えそう。オッケー、じゃあ行きます。帰りとうとうと。1番2番。うわ、1番。1番。うわ、違うね。なんか俺恥ずいやん。この中に俺が書いた歌詞は全部俺が考えた歌詞です。もう言ってる、ほんま。Quand t'es venu dans la rue inconnue. この中に尾崎世界観の本物の歌詞ありません。そんな、ルールじゃねえ。ルールじゃ、お前やるか。めっちゃ喧嘩したいな。うん、なんか何だよ。な、言ってたな、なんかこれは尾崎じゃないよみたいな。俺が書いた歌詞でー。そんなありなんや。こっちの何が恥ずいって、なんかわかんないけど、位置に集中じゃん。悩んでる体がカブトムシ。みんなゴリゴリのトモコやで。うわー、今日もありがとう。今日もめっちゃべっぴんさんの方集まってるやん。カブトムシ、カブトムシ一つ飛ばしてカブトムシはすごいべっぴんさん。今日は、うちのトモコの歌詞の中になんか偽物の愛子が混ざってるってことで、今から4問問題出して1問、偽物の愛子が混ざってるその愛子を当ててほしい。トモコの中に愛子ない。え、どういうこと。だからトモコの歌詞がもう3つあるんよ。あ、その中に本物のアイコが一つだけ紛れてる。あ、間違えた、偽物のアイコが一つだけ紛れてる。だから嘘が3個、本物1個ってことやな。うん、そういうこと。本物が1個ってこと、うん、アイコは1個ってこと。そう、だからそういうことアイコを当てるってこと。じゃあアイコ当てたらいいんだ。じゃあ行くで。企画の趣旨もアイコ間違えただけ。マジで。だから文にカブトンって入ってたらもうそれアイコや。とりあえずぶら下がってるやつ見つけたいんやろ。今何歳なの、この人。確かにね、もう40。人間やったら俺120。人間やねん。はい、できました。はい、だから3つは友やから考えたらいいっていうのがね。1個が本物の愛子は。なるほどね。じゃあ1番、雨の日に訪れた春は私じゃなく違う花を食べた。食べた。2番、何度鳴らしても涙は出るし、突然襲ってきた悲しみはこのトンネル抜けても雨のまま。3番、泣かなくなった犬は玄関でずっと佇んだまま。4番、まな板の黒ずみもいくら洗っても真っ白にはならなくて。むずー。当てて。花を食べた。アイコはだいぶ意味わからん歌詞書くからね、実際。だって夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして。まあでもおしゃれですよね。おしゃれ。そう、おしゃれなんよ。私じゃなく違う花を食べ。いや、これボンキーじゃ出てこんくない、この歌詞。そう、いや、まあ俺はこれやと思いますよ。俺もこれかな。あ、いけましたか。はい、回転揃いました。1番、3番、1番、4番、4番。ほら、ほう、分かれるね。おお、素晴らしい。正解は2番。ちなみに、1番選んだ人、はい、1番、はい、1番は、トモコで花食い人です。怖いよ。次行くね。
実際ライト系は自分の名前が入ってきますから。あ、そうなの。そうなの。あ、そうなの。嘘だよ。あー、来てまあ、けどアイコってもともとエイタと付き合ってたからって。なんかどっちかわからない。どっちかわからない。だからその感性が全然あるかもしれないね。誰でもいいやんけど。うん、嘘だよ。一番絶対ちゃうやん。一番って一番やったろ俺もう。ほんま取り合わせするわ俺。コミックバンドやもんね。分からんぞ。一番なんかなんちゃんやろな。はい、できました。一番、あなたが宅急便で送った凍ったままの甘いハートは今ゆっくり解凍して抱きしめている。まあ、2番、真夏の夜寂しがりなと思ういつもあなたを蹴飛ばす。3番、あなたとさよならしてからの私のソロはアスファルトになってる。4番、いつもと変わらない山積みの洗濯と片方しかない靴下の答え合わせが最後になるなんて嫌だなと。もう分かった。いや、俺当ててもうそろそろさすがに分かるな。行きましたよ、僕は。あ、行きました。じゃあ、回答で揃ったようで。3番、あなたとさよならしたら悲しくてずっとうつむいてまうから、はい、空がアスファルトになるみたいな感性。はいはい、なるほど。よう出せたな、そういうこと。はいはいはい。4番3番、おお、アスファルト。いや、師匠と一緒よ。はいはいはい。アイコ、本人が書いた答えは1番です。アイコで冷凍瓶って言ったんですね。で、3番選んだ方、この歌詞良かったよね。良かった、ほんとに良かった。これどうだしょう、てんちゃん。はい、なんだ。トモコで株式会社セメントですね。いや、助かってるわ。あ、来た。あ、来た来た、なになに。え、揺れたマリーゴールドに似てます。あいみょん。はい、スケボーも持ってます。あいみょん、うん、来ました、はい、ありがとう、今日のライブ。はいはいはい。じゃあ、もう早速問題やって。いや、楽しみやな。あいみょんも結構分かりやすいっちゃ分かりやすいから。あいみょんはね、有名どころが多いから。分かんの。さすがに分かるか。さすがに分かりますね。死ねー。あ、ちょっと悪いぞ。悪いな。ショータイムだ。何じゃろ。じゃあ1番、4月の夜に2人はもう会えないかな。遠くに見えるあなたはまるで知らない誰か。2番、忘れられないものだなどなくて譲り切れない思い出ばかりで、いい加減諦めなさいなんて簡単に言わない。3番、君との恋を望みながら誰かの不幸を願いつつあるよ。そんな僕の思いつきも結局は君が隣にいてくれたんだ。いてくれた。4番、あの坂道を下った先で2人の幸せを探そう。ポケットからこぼれ落ちていく私の弱さも愛して。うわ、こちらですよ。分からん。まあ、まあ、いいのといえば結構詩的な歌詞書きますからね、うん、この中で一つだけ俺閉じてまーす、うん、まあ1、2、3、4ってあるんですけれども、はいはい、てっちゃんって昔剣道やってたよね。はいはい。だからスポーツやってる人っていうのは強気やから1番に物を置いてきやすい。そんな求め方やや。2番、3番、2番。おーしょ、死ねー。正解、うん、4番です。マジかよ。こいつうまい、こいつうまい。誰もわからんの。てっちゃんっぽいじゃん。これあいみょん、あいみょん。第2問。1、あの頃より好きな人に出会うまでにどれくらいのお金と体と時間があればいいですか。2番、ああまだ咲ききれない花のような毎日だな。むちゃくちゃに走り続けた体を今休めて。3番、分かってないよ全部、あなたの頭の中で出来上がった私でしかないよ。分かってない分かってない分かってない。4番、あなたに会いたいわ、退屈を殺してテイク2がないから。白いカラスを見に行こう、たまにはそういうのもいいでしょう。さあ、うわ、答えて答え。わかりました。お、今回早いですね。みんなやーい。うわー、ミストンやろお前が。ミストンやろお前は。くっさちょっといいっすか。
これもうさっき答えて今分かったから。ええお前ちょっとさっき分かったから、うん、いいっすか、うん、いくしねーこれは絶対あいみょんやなってなの。おー、うん、それなんな、ちなみに。いやでも言ったらあれですから。じゃあ俺にだけ言ってくれ。あの恥ずかしさ植え付けたいから。そっかそっか、終わった後に。分かった、これは絶対あいみょんってやつ。でも俺もあるわ、これはあいみょんやろ。じゃあ何かちょっと俺にだけ教えてくれ。あ、そうやな。めちゃくちゃあいみょん嫌われてる。1つ目は何？2番。4番。はい、僕も4番。おお、ちょっとひねりすぎてます。あ、ちょっとひねりすぎて。ちょ、見たい見て見て見て、へんって。で、Do you wanna beer? Yes, I am! いや、どうしよう。はい、僕はですね、1番です。ほうほう、はい、さっき4番置いたんで、彼、はいはい、4番にもう一回置くことはないし。もう一回食べるよ、お前。正解、4番よー。次は僕が問題を出して、いいんですか、いいんですか。だから周りに人いっぱいおんだよな。えんなって。ちょ、そこ二人ごとやめて。二人ごとやってないですね。やってないですか。はい、かけました。はい。まあ、君たちは僕の答えが全然わからない。何やろ。言えたでしょうね。そう言えたやな。そう言えたくない。ラッドウィンプスは哲学強いっすからね。まあね、確かにね。でも、俺の哲学がこんな感じ。哲学っていうのは仕込まれてます。じゃあまず1つ目、君はあの時なんて願ったんだい。ちょっと歌ってない。僕に心の中を読み解く力はないよ。I want to look inside your heart。 2つ目、悲しみの匂いが鼻について洗い流そうと席を立つ。3つ目、遠い場所で待ち合わせしたんだ。誰にも踏まれてないままの真っさらな雪の上みたい。最後、交わしたこの約束たち、話さないよ忘れないよ約束しよう。むずいな。いや、英語をちょっともう一回読んでもらっていいですか。 I want to look inside your heart。やめろや。ちょっと濃いな。うん、2番。これ、誰でも書けるから。2番。おお、ここでかぶってきた。誰でも書ける。あ、これやったらウィンパーやめます。1番。4番。はぁ、別れた。気持ちいい。いや、これお前ら全然分かってない俺のこと。マジで誰なの。お前ってことですか。答えは1番。わかりやすいわ。すいませんでした。ごめんなさい。マジかよ。 I want to look inside your heart。 言いたかっただけやん。ようわかったな。絶対そうや。いや、素晴らしいですね。今のは願ったんだりとか。英語はどれになるんですか。これはあなたの心の中を覗きたいみたいな。うわー、もういいな。もう俺、洋次郎ってことでいいっすか。いや、早い早い。歌ってみてや、1番歌ってほしい。1番歌おうか。君はあの時なんて言ったんだい、僕に心の中を読み解く力はない。 I want to look inside your heart。 英会話教室やね。ミュージカル絶対売れへん。次は、上白石萌音ちゃんと一緒に書かせてもらいました。そのぐらい強ない。まず1つ目、 I understand that you are compliant and understood with her。 2つ目、閉じたまぶただけが僕の弱さを知ってたんだ、輝いたあの星は枯れ切った僕も宇宙の未熟さ。3番、時間の浪費がいつも自分を落ち着かせる、そんな毎日に飽き飽きする。4番、思い出は光るけどそれだけじゃ僕の未来は照らせやしない。むずい。1番だけなんなんそれ。1番ない。1番ないやね、あれフェイクですよ、だから。何が3番4番3。あー、やったー。これ3多いっすねー。
誰でも書けんねんそうなんや。なんか時間の浪費とか言うからさ、ね、あーそうなんや。もっとおしゃれに言うのよ。あーそうなんや。お前らよう分かってる。3番正解やろうな。お前の心の内やん。わーいわーいわーくせえでおなじみのグリーンです。はい、ということでね、まあ、正直、まあ、想像とのメンツですけれども、はい、知名度とかエグいですからこちら。でその知名度何かまっすぐさですよ。はい、そういうのも全部込めてやっていきますんでね。で問題書きますね。じゃ後ろめっちゃ赤いやん冷めるわ冷めるわ。見づらいから顔出してうわっ顔出してホールンレストハブみたいな体験してめっちゃデブやんめっちゃデブやん。カエラルぐらいデブ今。え、なにあれ怪しい怪しい怪しいそう怪しいそれ4番怪しい。4番なんなん4番お前が書いた歌詞やろちょっと何ですか何ですか短いな。はい、ということで出揃いました4問。おはい、しっかり出揃いましたんでね、全部でね4問ですから1、2、3。ええあこれって化石二人寄り添ってやるいてドアの愛を Quand t'es venu dans la rue inconnue。 どこにいても見えるだろうあの日のように。2番抑えようのない思いはあの日の影。3番汗をかきながら前に進む4番言えない明日を切り開く鍵という意味ですね。あ、分かった。これ簡単よ。これ4見えた。4が完全にあれや。3番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 あー全員3番か。じゃあ正解言います。2番です。あー分かんないよ。何回もこれオレンジです。あの日のようにやこれ歩みです。これっぽい超有名曲の間にね。そうか。そうでこれは元気ありそう。ありそうやな。マジで元気歌ってみてや。え元気抑えようのない思いはあの日のおかげ。ありそう。あるやろ。はい、じゃあ第2問。あれ素敵やな。あれは素敵やな。はい、ということで出揃いました。ちゃんとね、あの4問やったということでもう一回確認していきましょう。はい、1番、2番、3え？ん？何これ？あ、これこれって奇跡。1番、あの虹をたどって大空を羽ばたいていく。はい、2番、空から落ちてきた涙が私の涙と混ざる。はい、3番、まだ自分に期待しているからなのかな。はい、4番、迷った時は名前を呼んでくれて。非常にヒント少ないですけれども。おー、はい、短いやんだ。短いんだ。いや、短さにも気持ち入ってますから、グリーンでのは。1番、2番、4番史跡くんね。やっぱ何ですか。あ、違います、これ、あの、楽譜くんです。え、あ、楽譜くんか。2番正解は1番でーす。あ、わかんないよ。何回も君を言いかけかけ。絶対分かるよ、俺はね。待ってよ。大丈夫？大丈夫？何この手？大丈夫？いやー！